皆様こんにちはフルートミュージカル創造者の斉藤舞香ですえ今日はとてもいいお天気でしたね、えー、桜通りまた川端通りのね桜もちらほらと咲き出していますこちらが一番咲いてるかなと思うこのピンクとね白っぽいのがねこう混合して咲く桜さんなんですけどちょっと早咲きの分かなと思うんですけど おそらくソメイヨシノじゃないと思うんですけどえー、昨日はね茨城手作り市っていうのが出てまして、こんな感じでね。はい、賑わっておりましたえー、可愛らしいお店がたくさんあって、私も帰り道にね。本番の荷物持って結構重たかったんですけども。あのどうしてもこの道を通りたいなと思ってぐるーっと回って帰ってまいりました。えー、しだれ。桜の方はまあ、そろそろあの時期もね。 はいえー、と終わりに差し掛かってきたかなという感じで税務署の前のしだれ桜は満開なので今あのすぐに見に行ってほしいなと思いますこんな感じでねキッチンカーも出てまして、はいえーとまあ、桜がきれいに咲、ね、き誇ってる下では皆さんね思い思いにあの食事楽しまれたりしてました、はい、こちらがね税務署の前のしだれ桜ですねもうほぼ満開なのでねあのぜひ今きれいな間に行ってみてください。 でこのね通りのえっ、ー、と植木はどうもねあの最近散髪をしたようではいさっぱりとしていました足元を見ると春の花ですね犬ふぐりが咲いてますねこの犬ふぐりあのなんとなくねネモフィラに似てて私好きなんですよえー、こちらはスミレがひっそりと咲いていますこういうのをね見つけるのがね大好きだったりなんかします なんか春って本当にあのいわゆる雑草と呼ばれる子も綺麗な花を探しますし、えー、とこちらムスカリですねあのどなたかが植えてくださったんだと思うんですけども力強く咲いています。 え、ムスカリも好きでね、お迎えしたいなと思っているんですけども、はい、あのなかなかご縁がなく今のお家ではまだ育ててないですね。こちらはえっ、ー、とカタバミ科のね、オキザリスですね。えっ、ー、とこんな風に大きな花をつける子っていうのはこう園芸品種としてね、結構いろんな種類が出てるんですけども、あの多分どなたかがすごくね、あのお手入れをされてるんだと思います。川端通りも広いんですけどね。 で、蝶々が飛んでたので頑張って追っかけたんですけど、逃げられちゃいました。えー、動画でね。あの捕まえたりはしないですよ。雪柳も綺麗ですね。で、えっ、ー、とやっぱりソミリ。しのはまだまだ全然一部咲き2部咲きかなって感じです。こちら何撮ってるか分かりますか？はい、タンポポですえー。私ね、この時期に咲く黄色いタンポポも好きですけど。 こちらの白いタンポポが好きで見つけるとなんかね、ラッキーなことがありそうな気がしてねはい、白いタンポポを見つけるとニコニコしてやっぱり写真撮っちゃいますあのこの花もね、春の定番ですね水仙はちょうどね、時期が終わりかけのものとこれから先出すものがあるみたいですね、えー、ティコラテさんがね、あのたくさんこれからね屋根の上で水仙をね探してくれると思うのでまた合間を見て見に行きたいなと思っています はいこちらもソメイヨシノですねこんな感じで日当たりのいいところはだいぶ咲き出してるところもあるみたいですまあ、今週末ぐらいが結構まあ見頃になるんじゃないかなと思うんですけど雨があるのでね毎年心配ですね雨もね大切な要素なのでね元気にねはい水分を取っていただいてあの綺、ー、麗な花を探してほしいなと思います また桜の散る頃も好きなのでね。その頃もまた見に行きたいなと思います。毛虫に合わないうちにと思っています。はい、そんなわけでえっ、ー、と。今日は皆さんと一緒に、えっ、ー、と桜通り、川端通りをえっ、ー、と真、まあ、下に下がってまいりました。それでは皆様またね。